旅をする番組音旅、こんばんは、小川栄です。ここでは私が見つけてきた中古レコードを紹介しています。今回はじゃん、オーテカの EP7.1 という99年にリリースされた EP 版になります。 7.1 ってなってるだけに 7.2 も存在します。 7.2 にも好きな曲が入ってるんで、見つけたら買いたいなというふうに思ってます。ちょっとね、ここに値段のシールが貼られてて、私が買った時のあのやつではないんですけど、1150円ってなってます。ちょっとうまいこと剥がせへんかったんで、もうそのままにしときます。これはまさに私が思う IDM インテリジェントダンスミュージックやと思います。めちゃくちゃかっこいいです。このミニマルなデザインもいいですよね。裏もこんな感じで、曲のタイトルがちょっともう全然見えへんと思うんですけど、ここにちっちゃく並べられてるんですよ。ちっちゃく、一瞬何かなと思うんですけど、これが曲タイトルです。全部で5曲入ってるんですけれど、もう1曲目からめっちゃかっこいいんですよ。1曲目のアルテ、しっかりとしたビートに実験的な音響がわーっとかぶさってきて、でその音像がすごい立体的で、その立体的な音世界にわーってこう吸い込まれていくような、そんな感じです。めちゃめちゃかっこいいです。で次の2曲目、シセック、これはラップがこう切り刻まれて入ってるんですけれど、他の曲はかなり冷たくて無機質な世界観なんですけど、これはやっぱり加工されてるとはいえ人の声が入ってるんで、人肌をちょっと感じれるような曲やなというふうに思います。で B1 のレフトブラック、これはね、脳を刺激しまくるわけわからん世界です。だけど意外とこのコンピューター、数学世界みたいな、そういう音世界が勉強とか仕事にはかどるような感じがして、私これ聞きながら仕事するとめっちゃはかどるんですよね。すっごい冷たくて計算された世界なんですけど、それが感情を一定に保ってくれて仕事がはかどるのかもしれないです。ということで今回はオーテカの EP7.1 という EP 版のご紹介でした。冷たくて無機質でかっこいい IDM です。ぜひ聴いてみてください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。